7人組グループトラビスジャパンの松田元太が22日放送の相葉雅紀が MC を務める日本テレビ系バラエティはじめまして一番遠い親戚さんに出演。親戚を調査すると老舗和菓子店鈴みずきに密接に関係する先祖がいたことが発覚した。松田の親戚を調査するのはレギュラー番組で毎週共演する神田真中。調査を進めていくと世界を渡り歩いた僧侶の存在まで明らかになった。その僧侶とは京都妙心寺の僧侶古川大光老師で昭和20年創業の慶菓子店鈴みずきの屋号を命名した名付け親であることや代表メーカー花を命名したことが明かされた。